台北中日経済文化代表どころ、横浜分ところは、中華民国が日本の神奈川県横浜市に設置している、領事環境の外交代表機構である。1972年9月の日中国交正常化に伴い、中華人民共和国を一つの中国として尊重する立場から日本は中華民国と断交した。日華断交に伴い、 在横浜中華民国総領事館も閉鎖された。しかし、民間レベルでの交流維持の名目で閉鎖された総領事館に代わって、後関係協会東京弁事所横浜分ところが設置され、同年12月に発足した。1992年5月15日、後関係協会の解明について、両国で合意され、同月20日、 台北中日経済文化代表どころ、横浜分ところに解消された。現在においても、両国間に正式な外交関係はないが、台北中日経済文化代表どころは事実上の大使館として機能しており、その支部である横浜分ところは事実上の領事館である。ありがとうございます。